3000ポンド出しちゃったの、うん、あれ車文字じゃないですよねとかっていうようなこと言われて、いやいりませんとかって言われて、うん、いやこれなんか儲けたなみたいな、うん、やっぱり会場費かかってないのもあると思うし、うん、それといったほら記念品のなんかも作ってないんですよね結局はさ、うん、お弁当代だけみたいだっけね、うんうんうん、あそこがあとあの結局あたりの人たちのこう、うん、ガレなんかガレージする人は結局1000円で、うん、あと参加する人が1000円みたいな感じで、うん、割り切ってやってるような感じで、あとのところね、うん、結構うちらなんかも見てても大体お昼を境にしてみんな帰っちゃうんだっけもんね、うんうん、そうなってくるとね、本当に調べたからね、なんとかうちらも1時まではいてほしいなというのをやってるんだけどね、うん、いや、でもどうですか、かなりさ、まあ、去年来てみる間だけども、あの記念のテレフォンカードっていうのはさ、あ、いいんじゃないですか、うん、ね、やっぱり、まあ、テレフォンカードに限ったもんじゃないんだけどもさ、うんうん、やっぱり記念品、やっぱり何が作って記念品はやっぱり必要ですよ、うんうん、やっぱり来たっていう証拠証拠、うんうん、後々ね、やっぱり年月が経ってもさ、うん、あ、この時こう行ってこういうのもらったなみたいなさ、うん、絶対やっぱりいいよ、うん、あとあの今年最後になんか集合写真とかってありまして、うん、あれもやっぱり、あれもやる、ぜひ今年は、うん、やりましょう、いや、いつまでも、いや、今までもね、やろうと思ってたけども、うん、はっきり言って今のスタッフ、実質3人よ、実質3人、あ、よくやってたよね、実質3人、いや、一応頭数だけ15、6人いるんだけども、実質分かって動いてるのが3人、うん、だからもう終わる頃にはみんなで疲れていいよな、もうってもうやめるでいや、いや、そういう状態だったのよ、本当に悪い話だけど、いや、うん、ね、企画してきてもらった人にはすごく悪いんだけどさ、うん、正直言えばそういう状態だったの、もう本当に、あ、うん、もう2日目の昼ってばさ、もう飯も食わぬ、朝飯食わぬ、昼飯食わぬ、疲れだな、もうやめようか、そろそろってやってもらったの、いや、本当にこういう状態だったの、だから、あ、でも今年本当にまずほらお願いしてね、うん、まあ、みんなが手伝ってもらうことになったし、うん、その時でもやっぱりどうしてもさ余裕できるしさ、うん、やっぱりそういうのは本当にできるからさ、うん、なんもだから今年あのほら去年出したあのステッカーやめでさ、うん、その記念品で、ね、その記念写真をみんなで送るのやろう、ね、ああ、いい、うん、それいい、うん、あとやっぱりもし長年こういうのもずっと続けていくからやっぱりあのやっぱりなんつったさっきかなりさん言ってたようなあの旗とかさプラカード持ってやっぱりはい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 、でもう接待さんがやってる第5回道の呼吸者ミーティングの立て看板も作ってます、すげえ知らないうちにでもなおかつキャラクターマークを今考えてその道の人にただでまあ、とりあえずでもいいのできたら、まあ、とりあえずあの、ね、少しはお礼しようかなと思ってるけど、うん、まあ、なんかそれ登録も商標として登録してしまってさ、あ、でもよくでもまあ杉々がよくあのマーニークラブとか結構アイナクラブなんかであの鉄板のワッペンなんかつけて結構バイクの後ろのとこにパーンとこう、アイナの中高いんでしょやっぱり、うん、だからさあの別にあの普通のステッカーでいいと思うんですよ、うん、まあ、去年は出したようなね、あれでも、うんうん、張ってきてましたけどね、うん、まあ、でもあれ失敗作だからね、はっきり言って、あれもう本当にあの印刷屋がね言ったの通り作んなかったからねあの東北地方のマークを字の文字の中に入れてくれって言ったのじゃ、先にあの東北地方のマークってそのところ文字入れたらしいもんね、あ、うん、まあでもね、そこまで頼む、まあでもあれはあれでもね、やっと 4年目にして初めてできたことだからね、あ、そうなんだ、うん、はじめからさ、いやだけ実際無理だしよ。結構あのステッカー屋さんなんかあるんですか？あの普通の印刷屋さんよ。印刷屋さんに。うん、だって同じだっけもやっぱり。だからさ、いや無理なことはそんなにね背伸びしてやることもねえしさ。うん、まあ余裕してくればやればいいだけで。うん、ただでもほらアッピーでやったときね会場費がただになったってのはね。あ、やっぱ大きいの、大きい、本当に大きい、それで去年ステッカー作れたったのも、あ、うん、あ、なんでアピーあなたもね、いや、もう夏場のイベントで困らなくなっちゃったから、あ、じゃないかなと思う、俺が今なんかあのコンサートとかなんとかでボーンと言ってます、またやってしまった悪い癖だそれがあったらいいと思う、まあ、ね、まあ別に今だってほら歌詞
貸すことに対してはそんなにね、うん、別に支障はないと思うんだけども、うん、やっぱりそのあっちにしたってさ、うじらにタダで貸してさ、ほとんど安く貸してさ、そのメーカーサイドでやるイベントに高くいいねと思うんだよ、はっきり言って、ね、あ、なるほどね、じゃあなんでうじらに例えば5万なら5万で返してうじらは50万なんだよって言われればさ、それまでだもんね、うん、あっぴだってつらいと思うんだ、はっきりそうなれば、うん、まあそういうこと、あとでもね、一番大きい原因がね、俺警察からの圧力だと思う、はっきり言って、事故、うん、自分が起きたっていうのも、事故が起きたのもあるし、再三国バス路線だから、あ、うん、あの走る時ヘルメットかぶってくれてるとき、やっぱり参加者の中で、ね、やっぱりほら、やっぱりどうしても開放的になっちゃうんだよね、やっぱり駐車場だというイメージあるからさ、どうしてもね、うん、でも今日なんかだとやっぱり郡山の人なんかも出てくるときやっぱちゃんとヘルメットかぶって、そこら辺あたりはあれでしたもんね、うん、いやだからそんななんていうか、ちょっと気をつければね、うん、うん、でも今年行った時はちょっと砂利のどこであっと思っとったけど、でもやっぱりあそこやっぱ温泉があってさ、最高だよ、本当に、うん、いやだからあそこだってさ、ずっとあのままだったらさ、俺だって考えたんだけども、とりあえず、まあ、今年は抜いても来年以降を計画して舗装にするって明言してくれてるしさ、うん、だって逆に5万円くれるとこないよ、だからね、うん、あ、小さい町だからまたいいでしょ、ね、いい味、あれ盛岡市の管轄だとか、うん、あ、もうちょっと絶対無理だよね、うん、だからおはようございます。